はい、ピストルシャイニーです。今日はね、この旬のキノコを使ったホワイトソースと混ぜてですね、グラタンを作ります。グラタンいいですね、はい、何を隠そう、自分はグラタンおじさんですから。グラタンおじさんだったんですか、はい、中学校の時ね、最初に洋食手出したのグラタン、ホワイトソース、はい、グラタンから始めちゃった感じですか。基本だからホワイトソースっていうのは洋食の基本ですので、はい、でそこのね、店のグラタンを食べれば大体そのシェフの腕がわかるって言われてます。あ、そうなんですね、はい、なので今日はね、グラタン作ろうと思って、はい、まあ、玉ねぎね、あとそのエビね、はい、あとこのチーズ最後にかけてっていう感じになります、はい、でちょっとマカロニグラタンもしてみます。今日はちょっとこれドリドリじゃない、あ、うん、ちょっとやめてください。グラタンも使ってるんですけど、はい、これも使いますので、はい、あとはまあ牛乳ね、ちゃんとしたやつ、牛乳、はい、牛乳、うん、これが乳製品って書いてない、ちゃんとした牛乳、はい、あとこの魔法の粉、はい、はい、これはちょっと言えないやつ、言えないやつ、はい、プリも使います。これも仕込み中ですか。仕込み中、はい、というわけで、時間パンパンでお送りしてますんで、時系列ぐちゃぐちゃなんですけどやってみましょう。でなんかドレッシングに使う野菜の匂いも今してきましたね。そうですね、はい、じゅんぐりでやりますんで、はい、はい、すいません。はい、じゃあグラタン、最初はちょっとオリーブオイルとバターで玉ねぎ、あとニンニク一つ炒めていきます。バター使うの珍しいですね。そうだね、やっぱりね、ホワイトシチュー、まあ、バター使った方がね、やっぱ美味しいんだよね、うん、で洋食はね、基本カロリーも爆発的に高いから、はい、これをそのカロリーを抑えて作ろうと思うとね、あんまうまくいかない。昨日食べましたよね。そう、昨日食べて火ついちゃったんだよ、さらになんか損だろうなと思いました。そうそうそう昨日グラタン食ったのに、なんでグラタン作るんだろうと思いましたねなんかね、俺の中でもうちょっと俺だったらうまくできると思っちゃった。本当ですか、うん、吉上さんね、超老舗洋食店、浅草の。そう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 、俺だったら違うやり方でやるのって思っちゃった。マジっすか。で、この間にキノコをこのまま炒めると、結構水分もともとキノコって多いから結構大変なのよ。はい、だから電子レンジ5分ぐらい様子見ると水分が飛んで、非常にしなっとした状態から炒められます。でやっぱり玉ねぎ火早く通したいんで、この時点で塩コショウ軽く振ってください。でちょっと弱火にしてあげる感じですね。はい、で結構キノコの匂いしてきたら OK。 もうこんな感じで、おー、いい感じ、しなっとしたでしょ、だいぶかさ減って、はい、ここで、まあ、一緒に加えてあげる。こうすると早くキノコが旨味切れてるんで、電子レンジうまく使うと時短になります。この炒め物でもう美味しそうですけど。まあそうでしょう、はい、まだですよ。まだですか。で、このタイミングですかさずペンネ10分ペンネ10分。キノコにもしっかりね、焦げ目がつくようにしてあげてください。まあ、やっぱりね、洋食の基本はね、よく炒めることなんですよね、玉ねぎを、はい、玉ねぎをよく炒めることが基本なんで、そこはやっぱりね、しっかりこう手抜かずにやらないといけないですよ。じゃあ次の工程もいっちゃいます。はい、次はホワイトソース作り。そこホワイトソースも作る。はい、ちょっとね、先にここで牛乳と、小麦粉を合わせておきます。いつも言うんですけど、そのやっぱりこのミキサー使わないと絶対にダマになるんで、これ本当一般家庭用の作り方ですね。はい、で必ずこういうケンタイのプロテインのスプーンでケンタイので、結構俺濃厚なの今日作るから、はい、2杯半ぐらい。ケンタイで2杯半ってことは DNS で1杯半ぐらいですか。そうだね、はい、詳しいね飛ばしちゃっていいかな。で、この後ね、まだこのままにしといてください。はい、後でちょっと理由がわかるので。放置。はい、このまま放置です。はい、で、ここにキノコの戻し汁入れて。最初にキノコ戻したんですね。そう。はい。で、その戻し汁が煮詰まるまで、ちょっと放置します。はい、で、煮詰まってきたら、さっき、先にミキサーで、作っておいたホワイトソースね、こっちに入れちゃいます。
でもソースにしなきゃいけないから、全部砕いて。これもまたミキさんかけるんですか？そうですね。マジですか？はい。まあちょっと粗めにね、好みなんだけど、俺は結構その粗めにね、ザックザックぐらいの感じでかける。で一応今日具がエビなんで、こうその他の準備をしてる間にバターでエビを炒めちゃいますと。はい。エビ。塩コショウね。軽くして。これでちょっと炒めておいて、その間にこいつをちょっと回します、はい、でちょっとね、熱いとブルってなる場合があるんで、はい、理想はちょっと冷ましてください。わかりました。理想はちょっと冷ましたいんだけど時間ないんで、今日時間ないですね。本当に今日時間ないんで、はい、最弱にして最弱にして、はい、こういう状態からやれば安全なんで、はい、ミキサーと違うところはね、そこがこれいいところ、調整できるから。粗い感じで、うん、もう粗めで俺は粗い弓みたいな感じでいきますか？最近の子？弓です。あ、はいはい、そうですね。セーバレーって人。何ですかそれ？セーバレーって人でしょ。それ中島みゆきじゃないですか？あ、そっか。最近の人よくわかんない。いや結構古い。こんぐらい俺は。あ、だいぶ粗いですね。うん、もうエビのところもここに。あ、もう入れちゃうね。もうすげえすげえ。あとはね、トロトロしてくるの待つから。うまそう、これ全部入れちゃって。もっとね、パスタに使う場合はもっともっとミキサーかけます、はい、形完全なくなるぐらいかけるんだけど、俺はやっぱりね、まあ旬だし、結構ちょっと形とどめてあげたいなと思って、そこがね、焦げやすいんで、相手してあげないとすぐにね、変な行動を取るの、こいつはメンヘラ彼女みたいな感じですか？そう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 、ほっとくとすぐおかしなことを取っちゃうんで目離せないです厄介ですね、はい、でもメンヘラはスマイル得意だろメンヘラ寄ってくるからスマイルそうなんですよ。結構自分なんかはね、ズバッと言っちゃうタイプなんでちょっと苦手なんですけど、まあ、そうこうしてるうちにね、はい、トロトロしてくるから。こんなのだから俺の夢はさ、嫁サックとね、一緒に料理、コラボすることだな。なんで人の嫁とコラボしようとしてるんですか？洋食屋さんとかになるとさ、小麦粉を炒めたりとかして作るんだけど、そんなんやってらんないから、結構難しくて。そうですね。そんなことしなくても、別にそれっぽいのできちゃうんで、作ってほしいですね。特に一人暮らしのお金ない人たち。なんか毎回そうっすけど、やっぱこれなら作れそうですもん。そうでしょ、うん、そんな難しくないでしょ。あ、ペンね。ペンです。やろうな。やめてくださいよ。だからその10分じゃね、ダメなの、ペンネの場合は。もうちょっとだからこれ余熱で待ちます。で、グラタンだからちょっと柔らかめにしたいから、もうちょっと火入れます。そうか、歯応えがあんまりすぎても良くないですね。そうですね、どっちかっていうともうふにゃふにゃぐらいの。で、今ね、こんな感じ。ほら、すごいですね。以前やったシューあったでしょ。はい、まあ、あれとまあ似たようなもんなんだけど、キノコペーストがちょっと入ってる感じで、あとは今水分、煙あるでしょ、はい、これちょっと水分飛ばしたいからちょっと放置、ちょっと冷ます感じで、うん、で、ペンネも今いい感じで余熱で火に少しずつ入るんで、これもそのまま放置っていうことで、しばらく放置っていう感じになります。はい、はい、ペンネね、はい、混ぜちゃいますと。で、ペンネも少しね、やっぱり茹でたてじゃなくて少し冷えた状態から混ぜてあげた方が絡まりますね。で、なんで俺わざわざ今日選んだのっていうと、絡みやすい形なのよ、これパスタ。あ、このドリルのやつは絡みやすいと。そう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 、なんでちゃんと意図的にね、ドリルにしてますから。で、今日のために買った耐熱皿がありますんで、はい、ここの中に入れていきます。チーズ、入れてオーブンないんで、はい、まあ、ちょっと電子レンジでね、チーズ溶かすぐらいになっちゃうんだけど、本当はねバーナーで上から炙ったりもできるんですけど、どこ行ってもバーナーがなくてね、今日ね、ね、2軒もあったっすね、あったっすね。どこ行ってもなかったんですよ、うん、台風でも来るんじゃねえかと思ったもん。バーナーは買い込まないですよ、これでね。もうすげえ、いいっすね。え、これで終わりじゃないから、はい、3種のチーズいっちゃいますか。はい、こういう形で3種ってなってくるとやっぱ BCAA って感じですね。 EAA クレアチンで、
これでもいっちゃうんすか。入れちゃうけど、でチーズほんと溶かすぐらいね、はい、あのしつこくやるとこれチーズなくなっちゃうんですよ実は。なくなっちゃう、ほんとにあのパリッとしちゃうんで、せんべいみたいになっちゃうんで、はいはい、それやっちゃうとねちょっとグラタンじゃなくなっちゃうんで、はい、今何やってたんですか。様子見ながら様子を見ながらですね、はい、丁寧に僕からは作り込んでいきたいと思います。わかりました、マジでお願いします。はい、じゃっちゃじゃーん、すげえ。グラタンおじさんによるキノコグラタンです。はい、完成ですね。こんな感じですね、いい感じの層ができて。はい、じゃあそばにお願いします。これ早速いただきたいと思います。はい、お願いします、はい、うおうまそう。本当はね上からもっと色つけたかったんだけどさ、バーナーでバース、ね、バーナーだねやっぱね。はい、もう買いましょう。いいですね、次はいただきます。はい、お願いします。うまうまい、うん、ちょっと濃厚でしょ。すげえうまいっす。バターも最小限だから。うん、昨日のねあの洋食屋さんぐらいうまいっすよ。引けを取ってないでしょ。引け取ってないです全然。めっちゃうまいっす。うん、焦げ目があってパリッとしたらもっとグラタンっぽいですけどね。グラタンらしさがね、うん、キノコが入ってるといいでしょ、うん、なんか季節感があって、うん、ほんとそうですね。パスタソースにするならもっと、はい、あの細かくした方がいいです。これでパスタ美味しそう。はい、キノコのクリームパスタ、うん、美味しい。これはちょっとビストロ社員に秋のランチメニューの1個だけキノコにしてもいいのかなと思ってるんで。いいですね。はい、あ、エビちゃん発見。エビ原ゆり、うん、プリプリになってるはず。はい、うまい、ちょうどいい。チーズもいいですね。いや、よかった、すごくできて、うん、これ今までの中でもかなり上位レベルで完成度高いですよ。あ、ほんと、うん、昨日ほらちょっと食べてイメージ沸かしといたから。あ、そうですね、だいたいほら料理は応用だからさ、うんうんうん、なんかできちゃうんだよね。はい、うん、完璧です。完璧、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあシャイニーキノコグラタンおじさん風いただきます。そうですか、おじさん要素あるんですか。おじさんは主婦の方が作るのとやっぱね違うの、表情が違うんですか。やっぱり主婦の方が作るともっと白いから。そうですか、それチーズの問題じゃないですか。あるんだよそれいろいろ。いただきますよ、じゃあ。うん、まあ、今の俺の実力だったらこんなもんかな。鉄のフライパンが家にあります。で火力があと倍使いますとなってくるともっと美味しくできるんだよ。オーブンがありますよね。はい、ないかな。そう、家庭で作れるグラタンだったらこれは最上ランクだと思います。うん、うん、炊き槍で戦ってるみたいなもんですもんね。そうだね、はい、ねえ、しかも15分ぐらいしかかかってないからね。そうですね、早かったですね今回は。いや、すごいと思いますね、我ながら。うん、うん、よかった、成功ですね、はい、大成功ですよ、うん、ミキさん本当に使ってほしいんですよ。ふわとろのねホワイトソースなかなかできないんで、なかなか本当は難しいんですよこれ。本当トロトロだもん。トロトロですね、うん、大成功だ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあグラタンおじさんの、グラタン勉強会第1回で終わりましたんで、はい、これを機にねまたいろんなグラタン、作っていこうと思います。余ったものは冷蔵庫で保管して寝かした方がうまいんで、割とね本当あの洋食屋さんだと、まあ、チーズこれなしの状態でもう本当に何個も何個も重ねてあって、注文が入ったらそこの上にチーズを乗せてオーブンに入れるっていう感じになる。そっちの方がうまみが増してるんで、まあ、なんでまあ自分も今日はちょっとこれ蓋して冷蔵庫で冷ましておきたいと思います。はい、というわけで、皆さんも真似してやってみたらどうでしょうか。以上